小西徳郎は、昭和期のプロ野球監督、野球解説者。プロ選手を経験しなかったことに加え、審判員や、球団売買の仲介を経験した、異色の経歴を持つ。ラジオ及びテレビの実況中継放送における、独特の和法での解説が知られた。同時代の野球解説において、山和球史と双癖を成した。東京高島地区出身。小西は、私は、 東京生まれだが、言葉は田舎育ちの両親の影響を受けていると述べている。父、小西マス太郎は、広島県生まれ、岡山県自島育ちのロシア文学者で、京都帝国大学教授を務めた。マス太郎は、学生時代には、ヨシフスターリンと知り合いであったという。母は、愛知県知多半島の中洲生まれ、半田育ち。父が15、16の時、 志を立てて、東京に出てきた後、母と出会い、徳郎が生まれた。小西は、父から、私の祖先は、友の裏での小西、それが、備前の国は、岡山に行って、小西行長となったと聞かされたと、実調で述べている。旧制日本中学を経て、長南観光とされた参考の入試に合格したにも、かかわらず、小西は参考への入学を取りやめ、 野球をしたいが、ためだけに、明治大学に進学した。明大では、第8代キャプテンとして、東京六大学リーグで活躍。大学卒業後、石川島造船に勤務し、月島で石炭の採掘に従事。2、3ヶ月の後、営業部に配属されるが、間もなく退職。友人と上海で、アヘンの密売を行う。その後、軍隊生活を経て、 営業マン時代に、鉄道省や電力会社に対する接待や、商談の場として、神楽坂の料亭をよく利用した縁で同地に9年間いつき、やがて32歳で、神楽坂の沖屋の主人となる。沖屋の設立資金は、先のアヘン密売で得た、金だったという。小西は沖屋を経営する傍ら、1927年から始まった。 都市対抗野球大会に審判員として出場する。第1回大会では開幕戦の球審を務めた。1936年秋、小西は大学の後輩である田辺武雄に職業野球の新球団として岐阜県に関西右軍というチームを作るので監督になってほしいと依頼される。この新球団構想は結果として頓挫したが、 その際に調整役となった大東京軍の親会社、国民新聞の社会部長、鈴木隆二と知域を得たことをきっかけに、小西は大東京軍の二代目監督に就任。鈴木は、同社主幹、田中仁と赤峰正氏の抜擢により、球団常務となった。その際、球団経営のノウハウは愚か、野球のルールも理解していなかった鈴木に対し、小西は一緒に旅行をしては、 野球知識の手ほどきをした。チームが資金難で行き詰まった際、小西は大橋財閥の共同印刷専務、大橋松尾を鈴木に紹介し、経営権を国民新聞から移行させた。小西は大東京軍監督を2年半で辞任。その後名古屋軍の監督を務めたほか、大橋オーナーの出身会社、共同印刷の系列会社を転々とした。ただし大東京軍や、 野球関連の交渉時には関与し、田村小間次郎の経営参加の要請交渉に鈴木と同席したほか、1942年シーズン終了後に審判員を辞任した明大の後輩、横沢三郎を共同印刷に入社させた。高西は終戦直後には焼け野原となっていた東京、新橋駅前、銀座にほど近いところでニクロム等の合金製品を扱う。 仙台製作所、東京出張所を経営していた。粋な遊び人として知られた小西は、焼け跡の闇市を牛耳るヤクザの大家分と、実婚であったという。警官の追跡を逃れ、仙台製作所の事務所へ飛び込んできた、彼を、小西がかくまったことで、恩返しと称し、どこからともなく闇の食料や、生活物資などが届き始めたと言われる。 小西の事務所には前日の鈴木隆二、赤峰、そして鈴木宗太郎のほか、村上実、松浦竹松、富樫光一といった、球団経営者、大下博飯田徳次、岩本義幸、浜崎晋二、安藤忍びら戦前、戦中の選手たち、そしてスポーツジャーナリスト、小野道丸などの野球関係者が、闇米目当てや、麻雀という名目で集まった。彼らはここで、 戦後のプロ野球再開について話し合っていた。1945年秋、この仙台製作所の看板の横に小さく日本職業野球連盟と書かれた板切れがかけられた。戦後初のプロ野球開催となった1945年11月23日の東西対抗戦は、小西がとりあえず試合をやってプロ野球復活の呪しを上げるしかない。 連絡がつく選手をかき集めて、東西対抗戦でもやればいいとアイデアを出して実現したものであった。高楽園球場や甲子園球場が GHQ に接取りされている状況で、鈴木隆二は鈴木壮太郎の要請を受け、GHQ のキャビー原田を訪ね、ようやく神宮球場の使用許可を得た。戦前行われていたオールスター的性質のあった。 東西対抗戦とは異なり、連絡を聞いて駆けつけた選手が20人以上何とか集まったという状況だった。深刻な食料を不足の中、合宿所などで選手や関係者に供給する食料は小西が闇市を通じて調達した。小西は相次ぐ新球団の設立や経営権上等に大きく関与した。1 9 4六年に横沢三郎が 大下広志らを擁して結成したセネタースが、同年東急電鉄へ見売りされる際には、小西が浅岡忍と共に両者を仲介した。小西は、チーム名変更後の東急フライヤーズ初代監督、狩田久則の就任にも関与している。小西が神田に貸していた1万円を帳消しにするという条件で、神田をプロ球界に復帰させたものという。 大英の長田正一のプロ野球参入は、長田がメインブレイン、大魔忠夫を介し、川口松太郎や赤峰正史を通じて、小西に依頼したものであり、小畜の大谷武次郎のプロ野球参入は、大谷から依頼を受けた六代目、小野江菊五郎が知人である小西に仲介を頼み、大東京軍の更新、帯、ロビンスの買収によって実現したものであった。また、実現しなかったが、 小西は、日活の堀久作からも相談を受けていたという。このほか、野球界から離れていた元選手や指導者の復帰にも、一役買った。ス内道チ同店のプロ球界復帰を仲介したほか、三宅大輔を国民リーグに結びつけている。小西はこの頃、雑誌、野球時代を発行しており、新田京一による、バッティングにおける、ゴルフスイング理論を掲載している。また、 杉下茂の中日入りは、小西が仲介したものであるという。1950年、親会社が変わったばかりの松竹ロビンスは、監督人事に不信していた。大量補強のために、他球団の主力選手を集めたチームをまとめるための人材が必要と球団は考えていたが、浜崎真嗣や水原茂が就任を誇示した。そのためチームに、 関係の深かった小西がやむなく小畜監督に就任した。親会社、小畜工業の要請と、六代目、菊五郎の勧めがあったとされる。この時、鈴木隆二に頼み、社会人9回のスターだった大島信夫を入団させた。しかし、水爆打線と称された長距離放路線が当たり、小西は小畜を2リーグ制導入初年度である。 同年のセントラルリーグ初代優勝に導いた。しかし日本シリーズにおいて、パシフィックリーグ王者の毎日オリオンズに敗北する。小西は敗因について、開催地の神宮球場に慣れた6、大学リーグ出身者が多い毎日に比べ、松竹には神宮経験者が岩本と大島の2人しかいなかったことや、球場が GHQ の管理下にあり、 満足な練習が取れなかったことにあると分析している。日本シリーズ開幕から終了後に至る時期にチーム内の不和に巻き込まれ、さらにオーナー、田村小間次郎と衝突。小西は電撃的に辞任してしまう。小西が辞任に至る経緯は資料によって微妙に異なる。下季に先立ち、日本シリーズが11月22日から11月28日にかけて行われ、 最高主君選手が11月30日に発表されたという順序と資料内における発表という語が関係者に対する内々の発表を意味したりファンに対する公式発表を意味したりしていることに留意する必要がある。田村はその後思い直し鈴木隆二を返して本意を求めたが小西の G は固く結局辞任に至った。その後 1952年から1953年に、かけ太陽ホエールズ及び、更新の陽末、ロビンスの監督を務めた。1955年5月から NHK のプロ野球中継の解説者を担当した。志村清順アナウンサーとのコンビが当たり、そりゃあもう、なんと申しましょうかという小西の口癖は流行語となった。 プロ野球の放送のスタイルは1953年前後に始まったアナウンサーと解説者の形が定着していくが、小西はその先駆者であった。名優劇種と評された3人の選手の特徴と相違点について、広川、健剣士、豊田は、もめん糸、吉田は、浅糸と例えるなど、イメージ豊かな表現で知られた。1958年には、 大和証券総監督となり、明大の後輩である中上秀夫監督に連れてきた。1971年に独自の解説を持って全国のファンを啓発し、野球の高まさに貢献した功績により、特別表彰者として野球殿堂入り、1977年6月9日、81年の生涯に幕を閉じた。ありがとうございます。